マーカー遺伝子が、まあ、このクラスターのどの部分に発現しているかというのを確認してみましょう。日本学術サポートの神保と申します。本動画では GitHub におけるリポジトリの作り方について説明していきます。研究室のリポジトリは通常プライベートのリポジトリを作成すると良いでしょう。これにより RStudio から GitHub へアクセスする際に必要な認証が自動的に完了するようになります。先ほど作った GitHub のリポジトリを開きます。Readme にチェックボックスを入れた上で、この DIF というアイコンをクリックすることで変更の内容が確認できます。このような表記が追加されていることがわかります。ここまでの作業をタブにコメントします。このように今回の作業としてクラスター0と1を同定した。ここがディテンションのプランには